はい、ムツです。よろしくお願いします。そしたら続きをやっていきたいと思います。話す、校長、校長先生、ぐっすり寝てるっちゃ。年寄りの居眠りは始末が悪いわい。こたつ猫、どうだ、こたつ猫、お前は何か見たか。ダーリン、返事するはずないっちゃ。聞いてみなければわからんだろうが。んで、聞きましょう、こたつ猫。まあ、こたつ猫、お前は何も見とらんのか。なんとか言わんかい。怒鳴っちゃダメだよ。他のところを調べた方がいいと思っちゃよ。ラムちゃんかわいいな。他のところ調べる。こたつ。校長先生、犯人とお茶飲んだのけ。ダーリン、大変だっちゃ。足跡はここで消えてるっちゃ。校長起きない。あ、間違った。もう一回話してみよう。ダーリン、ちょっかい出さない方がいいっちゃ。そうだな。ダーリン、あっちの方から変な音がするっちゃ。音？あっちってどっちだ。この方角は生物標本室の方だっちゃ。なんだかロボットが歩いてるような音がするっちゃ。ロボットだと。生物標本室に何かいるのかだっちゃ。ロボットね。ここでもしかしてターミネーターらしきロボットが見られるかもしれない。で、見る周り。ラム、何もいないぞ。でも足音は確かにこっちの方で聞こえたっちゃ。耳いいね。この先は体育用具室くらいしかないぞ。ダーリン、こうなったら行ってみた方がいいっちゃ。行ってみよう。移動。体育用用具。体育用具室を調べるぞ。わかったっちゃ。薄暗いっちゃね。急に声を潜めるな。犯人に聞こえたら大変だっちゃ。どうしようか。回り見よう。誰もいないっちゃ。ひそひそ声をやめんか。ダーリン、怖いのっけ。怖いのっけ。誰が怖いと言った。ダーリン見て、例の足跡があるっちゃ。やばいやばいやばい。なるほど、例のロボットがここに入ったのは間違いない。ダーリン後ろ。なんじゃ。なんだっちゃ。は？おい、チェリー、ちょっと来い。お主ら、こんなところで何をしておる？貴様こそなんだその格好は。なんだそれ、竹馬の進化系か。ビビらせやがって。期待したぞ。チェリー、お前朝っぱらから何をしとるんだ。朝の散歩じゃ。なんといっても健康第一じゃよ。チェリー、何してるっちゃ。何してんねん。昔の竹馬に乗っとる。
ずいぶんメカニカルな竹馬じゃな。うん、どこで手に入れた？チェリー、この変な竹馬はお前のものか？今朝購買部の前で拾ったのじゃ。朝？購買部の前で拾った。じゃあ犯人はチェリーじゃない。誰だ？なかなか便利じゃぞ。あ、しっかりと足がついてるからね。ダーリン、この竹馬にひょっとこの絵が描いてあるっちゃ。面倒じゃね？ひょっとこ？それは面倒の家紋じゃないか。おちぇり、おちぇり、面倒どこにいんだよ。今日は見とらんの。遅刻か？ラム、面倒は今朝教室にいたか？今日はまだ見てないっちゃ。一度教室に戻った方がいいかもしれんな。戻るか。よし、ダム、教室に戻るぞ。じゃあの、チェリー。え？あの変な竹馬はシュータローのものだったら、シュータローがシノブをさらったっちゃ。あいつならやりそうなことだ。まだ騒いでおる。やかましいクラスじゃ。まったくだらけてるっちゃ。まあ騒いでるのは、まあタイトルがそうなんじゃないのかな。何すればいいんだ。男子ジョー君、面倒はどこ行ったかね。上司ジョー君、面倒はどこ行ったかね。あ、今日は面倒君休みよ。あ、休みか。ラム休みだってよ。ダーリン、休みならシュータロー家にいるはずだって。家か。ダーリン、シュータローの家に行くっちゃ。ひろ。え？玄関じゃねえだろうな。嘘だろ。ちょっと周り確認で、門番いる。ちょっとラムに話してどうするか。中に入るっちゃ。うん、どう？入れんのか？何かご用ですか？シュータローに会いに来たっちゃ。どうぞラムさんだけお通りください。うちだけ？なんでだけって。若より男は絶対に通すなと言われておりますので。じゃあお前入んなよ。いかにも面倒の言いそうなことじゃ。しょうがないってね。じゃあダーリン、ここで待ってて。うちが修太郎に事情を聞いてくるっちゃ。え、いきなり一人？嘘でしょ。門番どうすん、どうだろう。おい、周り門
バカでっかいもん。で、へえ、もう少し低けりゃ、もう少しってだいぶだよね。まあ、脚立がいるな。え、右に行くか。ん、行き止まり、あ、行き止まりか。地面に工事が散らばってる。工事が散らばる。ん？工具。工場の工具。工場の工具。へえ。行き止まり、何も選択肢がない。あ、これ以上右には行けない。じゃあ左行こう。カムバック。ん？あ、移動、左。で、そっか。面倒で広すぎだろ。左、ん？さっきのとこ裏口なのか。ああ、別のもん。作戦ね。あ、ちょっと話してみよう。細ってしてるな。申し訳ありませんが、男の子の方は食べれません。は？だからお前も入んなよ。二人目。二号。さっき門番話した。ああ、左行こう。左、なんか事故かなんか起きてる。誰か壁に肩パンしたのか、壁パンしたのか。塀に穴が開いている。何か道具があれば。ああ、道具ね。戻るのもいいけど、まだ左に行ける。あ、行けない。端から端まで戻るだけだら。うん、ちょっと待って。総研、よし。右。え、右。あ、戻ってきて、右。右行けないだろ。あ、周り確認。工具、あ、工具が散らかってる。うん、工具拾おう。この工具であそこの塀が壊せるかもしれん。取る。あ、ドリル、ツルハシ。ドリルはバレそうやな、音が。ツルハシはなんとか
ちょこ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 っとしたら入れそう。なのでツルハシ、これで塀を崩せるかもしれん。持った？かなり使い込まれたツルハシ。多分ここじゃ使えない。左に行く。あ、ドリルを持ってこれたのかな。取りに行くのがめんどくさいな。もう移動してるからな。着いた。んで、ん、持ち物を使うツルハシ。せーの、終わった。なんだ、折れてしまったぞ。一発で。俺が考えてたあれじゃないよ。思った以上なことしてるよこれ。これちょっと待って、これどうすんの。ドリル持ってこいと。え、ちょっと待って。あ、なくなってる。あー、また戻らないといけないのか。まさか2つ2択のうち間違えるのか。で、右4回ぐらいか。ああ、違う、ついたんで、周り、工具取る。ドリル、これさえあれば塀なんぞあっという間に穴だらけだ。でもな、さっきツルハシで失敗してるからな。これでもうなんか失敗そうな感じするな。本格的な、あ、でも工事用のドリルだからいけるか。この一気にいけないのかな。まあそこはそこで、まあ楽しみの醍醐味やな。めんどくさがらずにゆっくり楽しくゲームを実況しよう。着いた。んで、ああ、持ち物使うドリル。今度はどんな面白いことをしてくれるのかな。当たる。コンセントはない。いかん、コンセント、黒眼鏡だ。ああ、困りますね。工具をこんなにしちゃって。いや、すまんすまん。悪気はなかったんだよ。これを片付けてきますから、ここにいてくださいよ。中に入らないでください。お、フラグですか？入りません、入りません。ちょっと右に用事があるから、右に。さっきの黒目がね、確か門番だったな。右にちょっと用事あるから右に行って。あれ、さっきの人がいない。右見て、左見て、いないね。あれ、そうちょっと門に近づいて、門に近づいて、ど中にちょっとだけね、ちょっとだけ待っとれよ、面倒。ちょっとだけだから。あ、入っちゃった。あ、ここももう外にいないから、もう絶対わかんない。チョリーからの周り確認。それにしても広いの。そういえば上から最初こうアングルが来た時にこういうのなかったけどな。なんか森しかなかったけどな。
移動。あ、持ち物。そうか。上、下、右、左じゃないんだ、これ。なるほど。これはちょっと頭使うぞ。え？今、南が書いてないから、南にいる。さあ、上に行ってみる。探してる。なんだコンタクトレンズか。話す。何探してんの。それが実は夕べから若の姿が見えないのです。へえ、怪しいな。とうとう犯罪を犯したか。ん？黒メガネ。面堂はどこに行ったんだ。お屋敷からは出ておられないはずですが。捕まるからな。てか黒メガネって書いてるけどメガネじゃないよな。サングラスだよね。要はね、テンパ。来た。あ、戻ったのか、さっき。え、東行くか。東行ってみよう。おい、左の、なんか画面映りたいみたいな感じでこれ来てんだ。あ、一緒か。黒メガネ、2号。面堂は今日学校に行かなかったのか。昨夜からどこの門番も若が出たのを見ていないんです。面堂はこの屋敷の中にいるのか。忍ぶ誘拐にはアリバイがある。うん、内緒か。じゃあ西に行ってみよう。北がダメ、東もダメ、西。あれ？なんか使ってる。そんな暑いのか？周り確認。これメガネ。面堂のやつ、どこか外で遊んどるんじゃないのか。いえ、若は必ずお屋敷の中にいらっしゃいます。すると、忍をさらったのは面堂じゃないのか。もう行くとこねえぞ。メガネ、メガネ3号。かそろそろここら辺でやめとこうかな。ご視聴ありがとうございます。また見てくれたら嬉しいです。そしたら、はい。